アイプリシェ高梨いつきです。この動画では私が子供に送った46のバッドプレゼントについて一つずつ説明しています。つ繰り返し1エピソード。どうして何度言っても分かんないの、できないの、いつまで同じこと言わせるのよ。子供ができないことはできないし、どうしようもないのに待つことができず、間違えたり失敗するたびになぜ何度言ってもわからないのとすごく親でした。2、なぜバッドプレゼントなのか。子育ては子供が心から安心して自分のペースで才能の芽を育て花を咲かせることを気長に見守ることであって、急がせて焦らせて芽を摘んでしまうことではないからです。子供が自分のペースで時間をかけてやれるようになることを待たないと、他人の頭も無理やり引っ張って芽を摘んでしまうような大人になってしまいます。3、どう振る舞えばよかったのか。どうして何度言ってもわからないのではなく、それがあなたのしたいことであればいつかはできるようになるから心配しないでと言えばよく、穏やかなマイペースを育てる方法を教えればよかったのです。子供には謝っても謝りきれないですね。一生懸命育てているのになぜかうまくいかない。どんどん関係が悪化していく。同じ子育ての苦しみを背負っている人のために、自分が犯した過ちについて書き、動画でシェアしました。参考になれば幸いです。I appreciate 高梨いつきでした。じゃあまたね。バイバイ。